出番ですか。あ、すいません。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。僕、クラビーって言います。よろしくお願いしまーす。みんなに、ジャズの面白さを知ってもらいたいので、いろいろ解説したり、みんなで一緒に音楽を楽しんでいこうと思います。よろしくお願いします。ジャズのアドリブのルールを説明するね。ジャズっていうのはメロディーを演奏したらその後はずっとそのメロディーに割り振られたハーモニーの記号をもとにその場でメロディーを別々に作曲していく感じなんだ。今からやる曲の譜面はこれ。これ1枚だけで1時間でも演奏ができる。まずは書いてあるメロディーを1回演奏したら頭に戻って2回目からはこのメロディーの上に書いてあるコードと言われるこの記号。これを見て違う音を使って違うメロディーを作曲していくっていうルールなんだよ。それでメンバーが順番にアドリブソロで即興作曲をしていくわけ。最後にはメロディーに戻るよって合図が来るんだ。そしたら一番最初に演奏したメロディーを演奏して曲が終わる。こういうルールなんだ。コードに合うメロディーは何を演奏してもいいんだよ。だから違う曲のメロディーが出てきたりもするんだ。さて、こんな風にアドリブをいろいろやっていくと当たり前だけどアドリブが長くなるよね。自分が一番上手いってのをみんなが見せつけながら演奏していくから全員のアドリブが長くなって曲がどん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 長くなっていくわけ。じゃあ元のメロディー自体お飾りみたいになっていくよね。だって大事なのは真ん中のアドリブの部分だから。でも、レコーディングをすると、メロディーの著作権は払わなきゃいけなくなるんだ。ここで考えたのが、コードには著作権がつかないから、メロディー自体もジャズっぽく作っちゃおう。というわけで、勝手に替え歌を作って演奏する。これをジャズではコントラファクトって言って、すごくたくさんされたんだ。一曲じゃ、紹介します。元になった曲はこの曲、バックホームアゲイン・イン・インディアナって曲。こんなメロディーです。ほのぼのとしたメロディーだよね。これをジャズの人が作曲し直すとこんな感じになるんだ。全然違うよね。メロディーがジェットコースターみたいに飛んだり跳ねたり、これがミュージシャンにはたまらないスリリングな音楽なんだ。でもさ、この曲一緒に鳴らしてみるとうまく合うんだよ。聞いてみよう。めちゃくちゃ合うでしょ？メロディーのハーモニーをこんなにいろんな音を使っても壊さない。これがジャズミュージシャンの腕の見せ所なんだよね。では、この曲の演奏をバンドでやってもらったものを聞いてもらうんだけど、ジャズはアドリブをしているときにコール&レスポンス。このフレーズが来たらこのフレーズで返すみたいなのがいっぱいあって、それを知っててわざと無視したり、お互い何をやりたいのかを探り合いながら演奏をします。演奏が今どこをやっていて、どこに向かってるかによっても駆け引きが変わるので、ちょっとこの譜面を見てもらおうかな。この曲の譜面はこれです。なので、この ABAC のどの部分をやってるかも演奏中に表示されるようにしてもらいました。では、この中で、演奏の音楽用語、ちょっと専門的なので、その内容もちょっと説明しておくね。キックっていうのは、
曲でみんなで同じリズムを演奏する部分、みんなで合わせる部分だよね。だけど、これは絶対じゃなくてやってもいいし、僕は無視するっていうのもありなのね。次に、埋めるっていうのは、メロディをつないで埋めていくってことね。ブレイク。ブレイクはみんな全員で止まることだけど、これも僕だけ止まらないっていうのはありね。ペダルっていうのは、ベースが同じ音を弾くことを言います。コーラスは、この譜面の1回分のことを言うんだけど、ギターが2コーラスとか、ギターが3コーラスとか取ったりするので、コーラスの終わりだからそろそろ終わろうかなーとかいうふうに考えたりします。弱順っていうのは、コードの流れの名前です。これも入れてもいい場所に勝手に入れたりします。フレーズはメロディーの短い一区切りのことね。ハイハットはドラムが左足で踏むシンバルのことを言います。フィルは埋めるという意味だから、何かの楽器がそこにフレーズを埋めていくという意味を指します。1.5 っていうのは 1.5 拍のこと。4拍子っていうのは4拍で一区切りになっているから、1.5 だとずれていくのね。そういうフレーズのことを言います。普天四分音符は 1.5 拍なので同じ意味です。リズマニングっていうのは別の曲名のことを言います。ブラシ、ドラムの演奏する特殊なバチ、これだね。音が小さくなるのが特徴です。トップっていうのは右のシンバルのことでリズムが盛り上がるそういうシンバルだよ。拾うっていうのは相手の出したフレーズをもらってつなげていくこと。クイっていうのはリズムを飛ばしてジャンプする音。リム、ドラムの太鼓の縁を叩く奏法。カツカツカツっていう感じの音がします。またぐっていうのは区切りを飛び越えたメロディーを作ることね。だからさっき言った4拍子だと4小節区切りのところをまたいでいく、そんな感じの大きなフレーズを作ることです。バッキングっていうのは演奏の伴奏のこと。ペンタトニックっていうのはブルースでよく使う音遣いのことを言います。インディアナのフェイクっていうのは元曲のインディアナのメロディーをフェイク、まあ偽物っていう意味なんだけど、ちょっと変えて演奏することを言います。8バース、バーはね、小節線のことを言うから、1小節をバーって言います。だから8小節ごとの演奏の交代交代の掛け合いのことね。4バースは4小節っていうことね。ソルトピーナッツは別曲の名前です。3につなげるっていうのは、3はちょうど 1.5 の倍でしょ？だから、倍のフレーズにつなげるんだけど、これはやっぱり4拍子と比べるとずれていくから、大きいフレーズに切り替えるっていう意味かな。テーマはメロディーのこと。呼び込みはキックを連想させるフレーズのこと。わー、いっぱい出てきたけど、全部覚えきれなくて全然大丈夫。大体わかるかなと思います。では、演奏を見てみましょう。
どうだったかな？めちゃくちゃ楽しそうでしょ？クラシックが演劇だとしたら、ジャズはトークショーみたいな感じ。メンバーによっても変わってくるし、駆け引きがあって、成功したり、失敗したりも音楽の一部って考える。もちろん、観客の声援でも変わってくる、そんな生きた音楽なんです。みんなもライブとかに行ったら、ぜひ声援とか手拍子とか、一緒になって楽しんでもらえると嬉しいな。このチャンネルでは、いろんな実況中継とか、鬼滅の刃とか、ボカロとか、ポリリズムのジャズっぽくドラムを叩いてみたなんかもいろいろ用意してます。ぜひ、ジャズを楽しんでもらえると嬉しいなと思います。というわけで、今日は最後までご視聴ありがとうございました。